主様と過ごす二度目の海。前回よりも楽しくお過ごしいただけるよう、しっかりとガイドいたします。お任せくださいまし。さて、どこにしまっていたでしょうか。この引き出しの中にもないとすると、ならばこちらの。おお、ここに入っていましたか。普段着る機会がありませんから、すっかり失念しておりました。主様、お目覚めになられたのですね。おはようございます。物音が少々騒がしかったでしょうか。実は、私の水着を探しておりました。もうすぐこのランドソルに夏がやってまいりますので、今年は美食殿の活動にバカンスの予定はありませんが、私は海に行きたいと考えておりまして、もちろん私一人ではなく、主様と一緒に、いかがでしょうか。ありがとうございます。きっとそうお答えになられると信じておりました。さすがは私の主様でございます。以前海中散歩をしたのを覚えておいででしょうか。私、海に来てよかったです。不思議な魔法をかけてくれたキャル様には感謝しなくてはいけませんね。おっと、姿勢の維持が難しいですね。重力が存在しないという遠い宇宙のどこかの星を歩いている気分でございます。私、故郷の山奥でたくさん本を読んで、いつも空想していたのですよ。私たちの頭上、天空のさらに向こうに広がっているという大宇宙。それは、体がふわふわと浮き、天地の感覚も曖昧になった未知なる体験でした。あれから様々な文献を読む中で、そんな宇宙の光景によく似た海溝が大陸の近海にあると知りました。そこは昼でも太陽の光が届かず、常に暗闇にあるといいます。ですが夜になると、他の海域では見られない特別な光景が広がると書かれておりました。何でもその海溝にのみ生息する海洋生物たちが夜になると一斉に光り始めるのだそうです。文献では星々の海と呼ばれておりました。読んだだけで抑えられないほどの胸の高鳴りを感じました。そこで主様にそんな光景を見ていただきたくて、こうして準備をしていた次第でございます。はい、お任せくださいまし。主様、必ずや神秘的な光景を見に行きましょう。私は山奥の里で生まれ育ったエルフです。そのようなものにとって海は不得手な場所なのです。しかし、私は主様にお仕えするガイド役。たとえどのような場所でも必ず導くのが使命でございます。ですから、このガイドを成功させることで、これからの冒険に向けて、さらなる安心感を持っていただけるのではないかとも考えたのです。必ずや、ガイド役としての成長を示してみせます。と、その前に、新たな加護を体得しなければなりません。前回海に行った時は、キャル様の魔法で海中散歩を楽しむことができました。しかし、
今回もご都合が合うかどうか分かりませんので、それにあの魔法と同じ効果の精霊の加護を体得できれば海を克服する足がかりになるかと思います。ですので今日はランドソルの近くの水場で修行を行おうと思います。よろしければ主様も一緒に来ていただけると嬉しいのですが。はい、こちらにございます。主様の水着は一番初めに準備を済ませておりました。それにどこにしまったかなど忘れたりしませんでしたよ。主様のお召し物の所在はすべて記憶しておりますから。それでは主様、まずはしっかりと腹ごしらえをなさってください。今朝食をお持ちいたしますね。準備が済んだら出発いたしましょう。1、2、3、4。準備運動はこれくらいで大丈夫でしょうか。主様もお済みになられたようですね。はい、では精神を研ぎ澄ませて。風の精霊よ、私たちに優しき空気の衣を授けたまえ。キャル様の魔法のように空気の膜を体の表面に貼ってみました。これで大丈夫だと思うのですが、目で見てわかるものではございませんので、早速水の中に入ってみるといたしましょう。せーの。主様、申し訳ございません。全くの大失敗でございました。ありがとうございます。空気の衣をもっと厚くすればよいのでしょうか。試行錯誤を重ねてみるといたしましょう。主様、どうか最後までお付き合いくださいまし。では参ります。風の精霊よ。何度も試したことで手応えをつかみ始めてまいりました。こういう類の加護の使い方は初めてですが、希望が見えてきました。まだまだそこまでは潜れませんが、この調子なら次できっと。およ、実はこの修行を行うにあたって、万事うまくいくようにと祈りを込めたお守りを作ったのですが、どうやら先ほど潜水した時に水底へと落としてしまったようです。乾燥させた草木で編んでおりますから、長時間水に浸かっているとふやけてほどけてしまいます。大事な品というわけではありませんが、なんとも縁起が。すぐにでも取りに行きたいのですが、少し休まないと潜る体力が。しかし加護の力が強まってきているとはいえ、完全に体得できたわけではございません。主様がそうおっしゃるのでしたら、風の精霊よ、どうか無理だけはなさらないでくださいまし。私も少し休んだらすぐに向かいます。主様、どうかお気をつけて。あ、主様、もしややはり加護が不完全で。今すぐ助けに参ります。
風の。しかし、元はといえば私がお守りを落とし、未だ加護を体得できていないせいでございます。このままじっと安全な場所で主様がもがいている姿を見てはいられません。主様、加護はまだ完全ではありませんが、主様を思えば多少の無理くらいは。待っててくださいまし、今すぐ助けに参ります。風の精霊よ、どうか私の主様を救う加護を。主様、主様、先ほどはこの深さで効果が切れて。ですが、だからといって引き返すわけにはまいりません。この先には主様が。もっと深く、もっと先へ。見えました、主様のお手手でございます。必ずやそのお手手をつかみ、共に星々の海へ。主様、よかった、お目覚めになられましたね。引き上げても意識がなかったので、今まさに人工呼吸を行おうと思っていたところでした。いえ、申し訳ございません。危険な目に遭わせた上に、助けを拒む主様の意志に背いて私も飛び込んでしまいました。ですが、悪いことばかりではございませんでした。主様を救うためにかけた加護、これまで以上に強い気持ちを込めてかけた加護、その主様を思う気持ちに風の精霊が応えてくれたのです。見事水中で自由自在に呼吸できる加護を体得いたしました。この通り、主様を助けた後、皆そこまでお守りを取りに行くことができました。主様の存在が私をまた一つ成長させてくれたのです。未だ到達することのできなかった場所へとたどり着けました。はい、これできっと星々の海へとお連れすることができます。主様と過ごす二度目の冒険の夏はもう間もなくでございますね。久しぶりに水着を着ましたが、変ではないでしょうか。やはりそのまだ少し恥ずかしくて。よければ似合ってると褒めてくださいませんか。というのは何度見ても広大でございます。どこまでも続く水平線、どこまでも広がる青空、これぞ真夏の海でございますね。星々の海と呼ばれる海溝を目指し頑張りましょう。主様とならば必ずや目的を果たすことができると信じております。
とはいえ少々勇み足でしたでしょうか。おテント様はまだ私たちの真上においででございます。神秘的な光景が見られるのは夜。それまで何をして過ごしましょうか。ただただ波を見つめて待つだけではいささか退屈でございますね。そういえば主様はもう何度も夏の海を経験なさったのですよね。どのようなことをされたのか、よかったら教えてくださいまし。無人島で過酷な環境で過ごすとは、さすが主様でございますね。他にも聞かせてもらえますか。主様の夏の思い出にものすごく興味を惹かれました。ふむ、私の知らない海の経験を主様はこれほどまでになさっていたのですね。どのお話も大変興味深く面白いものでございました。さすがは主様ですね。ですが無人島で過ごすのは危険ですし、アイドルもそう都合よく近くにいるわけではありません。ということで、よろしければスポーツをして過ごすのはいかがでしょうか。近くに海の家などもありますので、道具などはそこで調達できるかもしれません。それに私はあまりスポーツを興じたことがありませんので、主様にその楽しみ方を教えていただきたいです。はい、ではまずはビーチベースボールなる球技からやってみましょう。ふむ、この小さなボールを投げればよいのですね。ですがうまく投げられるでしょうか。万が一主様にぶつけてしまうなんてことがあれば。主様、なんという堂々とした構えなんでしょうか。私のような初心者でも楽しめる安心感を与えてくださいます。これが私の知らないビーチベースボール選手の主様。では主様の胸をお借りして思いっきり投げてみたいと思います。ほっ、ボールがあんなにも遠くへ。確かこういう時は褒めたたえる掛け声がありましたね。ナイスバッティングでございます、主様。そういえば主様はビーチベースボールを通じてかけがえのないチームメイトと巡り会えたと。スポーツに打ち込むのは冒険とはまた違った素晴らしさがあるのですね。きっとそのチームメイトの方々と切磋琢磨して、主様は肉体的にも精神的にも一回り成長なされたのでしょうね。そんな主様のおかげで私は楽しむことができました。チームメイトの皆様にも感謝を申し上げたいです。主様、他にも経験なされた海のスポーツはございますか。いや、どうですか主様。私、波に乗れていますか。よかったです。これがサーフィンというスポーツ。船以外で海の上を進むことができる術があると初めて知りました。それに薄い板に乗っているせいか、波や風を全身で感じることができます。この爽快感は他の何者でも味わえませんね。なんと楽しいのでしょうか。
主様、海のスポーツをガイドしていただきありがとうございます。とても貴重な体験でした。こうして主様のお供をすることで、私もまた未知の経験ができ、成長の糧になりました。海という不慣れな土地では、このようなこともあるのですね。思わぬことが起きるのは、夏という季節がそうさせるのでしょうか。しかし、私のガイドが及ばぬところで、主様が経験を積まれているのは嬉しいことなのですが、ガイド役としては少し寂しくもあります。私はスポーツというものに疎いですから、主様にそれらをお楽しみいただきたいなどと考えたことがございませんでした。こうして主様にスポーツの楽しみを教えていただいたことで、そのことを申し訳なく思います。精一杯主様のガイドを務めているつもりではございますが、手の届かぬ分野となると私ではどうしようも。いつか私のガイドを必要としない日が来てしまうのでしょうか。なんと嬉しいお言葉なのでしょう。その懐の広さもきっと多くの体験を通じて得たのでしょうね。私も大変嬉しく思います。誠心誠意これからもガイドをさせていただきます。未知なる地へとお連れし、新たな体験をいたしましょう。失礼いたしました。なんだかつい拍子抜けしてしまいまして、たくさん運動をいたしましたからお腹が空いてしまったのですね。昼食をとるのにもいい頃合いですし、休憩にしましょうか。道具を返すついでに海の家で腹ごしらえをいたしましょう。サーフボードはここに立てかけてっと。あ、待ってくださいまし。海の家に入る前に体についた砂を落としませんと。それに乾いた海水がベタついてさぞ不快でしょう。こちらにあるシャワーを使って。ふむ、一つしか備え付けられておりませんね。主様は空腹が我慢できないようですし、少々窮屈ですが一緒に使うといたしましょう。ではお背中失礼いたします。ゴシゴシ、はい、たくましくて広いお背中が綺麗になりましたね。さて次は。まだでございますよ。もう少し辛抱してくださいまし。背中しか洗っておりませんので、他のところもきちんと流しませんと。お耳をよく見せてくださいまし。ふむ、やはり耳の裏に砂がついておりますよ。先ほどはあんなにも頼もしく少しばかり遠く感じたのですが、やはり主様は主様でございますね。まだ私が身の回りのお世話をいたしませんと。主様のこのように変わらない一面はとても愛らしく嬉しく感じます。どうかこれからもずっとおそばに置いてくださいまし。さあお体をきれいにして海の幸を楽しむといたしましょう。
主様と過ごすことで海の新たな楽しみを知りました。抱いていた苦手意識はもうございません。主様が背中を押してくださいましたから。主様、もう間もなく夜がやってまいりますね。いよいよ冒険の時間でございます。星々の海ではどのような光景が見られるのでしょうか。きっと文献に書かれている以上に素晴らしい世界が待っているはずです。文献はあくまでも他人が書き記した言葉。筆舌に尽くしがたい光景が私たちを待ってくれているに違いないでしょう。感触、匂い、温度、そういった部分は人によって感じ方が違いますから、100人いれば100通りの正解があると思います。ですからそんな私たちだけの正解をこの目で見に行きましょう。おや、主様、その光は。あの、主様、突然押しかけてしまい申し訳ございません。先日主様に泳ぎを教えてもらったことを覚えておいででしょうか。そのことでご報告がございまして、実は今日水泳の授業があり、クラスメートの前で泳ぎを披露いたしまして、無事に25メートルを泳ぎ切ることができ、その泳ぎのおかげで他のクラスメートから声をかけられました。主様のおかげで泳ぎを身につけた以外にも、クラスメートとほんの少しですが打ち解けることもできたのです。主様にご指導をいただいた成果が出たのが嬉しくて嬉しくて、そのお礼をどうしても直接お伝えしたく、こうして学校の前で待っていた次第でございます。はい、すべては主様のおかげでございます。あの、そこで折り入ってご相談があるのですが。おお、これが海。なんと壮大な眺めなのでしょうか。書籍やテレビなどで見たことはありましたが、これほどまでに広くて大きいとは想像以上でございます。やはり自分のこの目で実際に見なければこの感動は味わえないのですね。私は基本的に自宅と学校の往復ですので、海はおろか住んでいる町のこともよく知りません。ですので私にとって主様は知らない世界を見せてくれる方でございます。それにお願いをしたその週末に海へと連れてきてくださるなんて、さすがは主様でございます。心より感謝いたします。はい、主様に教わった泳ぎでこの身で海を体感してみたいです。おっぷ、海水が口の中に。なんとしょっぱいのでしょう。それにこの波、まだ膝丈くらいの高さだというのに体が持っていかれそうでございます。自然の前では人は無力だということがよくわかります。ふむ、私のまだおぼつかない泳ぎではしっかりと進むことができないかもしれませんね。あの、
主様、よろしければ手を引いてくださいませんか。キュッ。主様のお手手を握ると先ほどまで感じていた不安が和らぎました。これならきっと。では行きます。うっしょうっしょ。ぐいぐいと力強く引っ張ってもらえて随分と楽に泳げています。ですが主様に手を引いてもらっているとはいえ、プールとは大違いです。波に流されないように集中したいのですが、今度は海水のしょっぱさがそれを邪魔して、いけません。足がつりそうです。はい、助けていただきありがとうございます。足がつってしまいました。主様がすぐに助けてくださらなかったら今頃溺れているところでございました。ですがこの体勢、もう一人でお風呂にも入れるくらいには大人でございます。ですから抱っこされるような年では。そうですか。でしたら少々恥ずかしいですが、しばらくこのままで。足がつかないということはある程度の距離を泳ぐことができたのですね。先ほどまでは波への恐怖などを感じていましたが、主様に抱きかかえられたことでなんだか安心してきました。こうして落ち着いて周りを見てみると、どこまでも広がる海の中にいることがよくわかります。遠くは海と空の境目がなく一面の青。私たちは青一色で塗られた画用紙の真ん中にいるようです。砂浜にいては見られなかったこの景色。世界はこのように広いのですね。知識で知っていても実際に見て感じて味わうのは大違いでございます。主様は今日この素晴らしい景色を教えてくださいました。やはり私を導いてくださるお方、それにどんな時も私を優しく包み込んでくれて未知の世界へと踏み出す勇気をくださいます。先ほどは強がってしまいましたが、その優しさに今は甘えてしまっております。主様、もしよろしければもう少しだけこのままの体勢で海を見させてくださいまし。水着のコッコルタン、きたー、なんて可愛いのかしら。初めての海に対するリアクション完璧だわ。あー、たまらないわね。初めての体験っていつも不安よね。あっちのコッコラタンは知らないことが多いからなおさらだわ。でもあんたがいることでコッコラタンは一歩踏み出す勇気を出せるの。その成長が巡り巡ってあんたにつながるはずよ。だからこれからもコッコラタンのことをよろしく頼むわね。それじゃあまたね。いけません。遊んだ疲れからか少し眠ってしまいました。主様、起きてくださいまし。もうすっかり日が暮れてしまっております。よかった、お目覚めになられましたね。このまま寝過ごしてしまったらどうしようかと心配いたしました。今回の目的、
星々の海をこの目で見るまでは帰れませんから。今回の計画を立てた時、はじめは泳ぎの得意なペコリーヌ様や水中呼吸魔法を使えるキャル様がいなくて不安でした。ですが主様と共に星々の海を見たいという思いから新たな加護を体得し、ここまでやってくることができました。主様にガイド役としてお仕えすることで、私も未知なる景色を見たり新たな知見を得ることができました。主様なくして私の成長もございません。感謝するのはむしろ私の方なのです。今夜その気持ちを込めて、必ずや星々の海の輝きをご覧に入れてみせます。人里離れた山奥で生まれ育ったエルフにとって、海の底など想像もつかないような場所でございます。しかしガイドのお相手が主様である限り、私はどんな場所へもたどり着ける自信がございます。他でもない主様だからこそ叶うのです。私は主様にお仕えできて本当に良かったと感じております。これからも未知なる土地へと冒険を続けましょう。波も穏やかですし、向かうといたしましょう。主様、ご準備はよろしいですか？では、精霊の加護をおかけいたし。おや？君たちは…あなたは…海の家の…ああ、やっぱりそうか。こんな時間まで海にいたのかい？ええ、これから星々の海と呼ばれる海溝へ向かおうとしていたところでございます。星々の海、久しぶりに聞いたな。何年ぶりだろうか。おや、この辺りでは有名な場所だそうですが。ああ、前まではな。ここ最近はめったに聞かなくなったんだ。どういうことでしょう。文献によると素晴らしい景色が広がっているそうですが、事実と相違があるのでしょうか。いや、きっと文献に書いてあった通りの場所さ。あの海溝にしか生息してない海洋生物たちがいるってのは知ってるだろう。そいつらはな、やってきた人間を歓迎するみたいに体を光らせるんだ。辺り一面を明るく照らしてくれてな、まるで星に包まれたような感覚になるんだ。だから星々の海って呼ばれていたんだよ。でも今じゃ海洋生物たちは光を失ってな。そんな、一体なぜなのですか。あくまで噂だが、海洋生物たちは衰弱しているらしいんだ。星々の海は水中で活動できる魔法なんかを扱えたとしても行くのは相当大変な場所なんだ。だから年々観光客の数は減っていって、
あそこに住んでる奴らはみんな人懐っこくてな。だから人が離れていったことで心細くなって弱っていったらしい。そんな噂が広がったせいで余計に行く人間は。だから今じゃ星々の海はもう忘れられた場所になっているんだ。そうですか。最後に行った人の話を聞いたのだってもう何年も前のことだ。今じゃどうなってるかわからないぞ。それでも行くのかい？もちろんでございます。私は主様を星々の海にお連れすると誓いましたので、たとえ今どのような光景が広がっているかわからないとしても、可能性がゼロでない限りこの目で見て確かめたいと思っております。それが私のガイドであり主様の冒険でございます。そうか、なら止める理由はないな。これも何かの縁だ。ついてきな。わざわざ船を出していただき感謝いたします。ああ、いいってことよ。海の家までこの船で通ってるからな。ちょっとした寄り道さ。主様、運が味方してくれましたね。これもきっとアメス様のお導きかもしれません。星々の海、一体どのような光景なんでしょうか。はい。さあ着いたぞ。ここは海溝の真上だ。このまま潜っていけばいい。ロープを垂らしてやるからそのまま潜っていきな。帰りは引っ張って合図をくれ。何から何までありがとうございます。必ずや素晴らしい光景を見てまいります。では主様、手を取り合って星々の海へと向かうといたしましょう。風の精霊よ。うむ、文献によると星々の海はこれくらいの深さにあるそうですが、月の光も届かず一面暗闇でございます。やはりこの海溝に住む海洋生物たちは弱ってしまい。主様、そうでございますね。まだ諦めるには早いでしょう。人の来訪が途絶えたことが原因なら、今再びその時が来たと知らせればいいのかもしれません。癒しの風を水泡で包み、この海域一帯に運びます。精霊の加護をこの槍に。主様に必ずや星々の海をご覧に入れてみせます。はあ、はあ、これが星々の海。主様、ご覧になっておりますか。主様の声、どうして海中で。うむ、先ほど私の声が聞こえたと。主様、私の声が聞こえますか。お、なんということでしょう。キャル様の魔法では会話は叶いませんでしたが、風の加護の効果で声が空気の泡に包まれて届いたのかもしれませんね。目の前に広がる光景の素晴らしさを今ここで主様と言葉を交わして共有ができますね。ご覧くださいまし、主様。星々が、光り輝く海洋生物たちが私たちを歓迎するかのように
泳いでおりますよ。風の息吹をこの海溝一帯に届けたのです。どうやら無事に回復できたようですね。ああ、なんと素晴らしい景色なのでしょう。すべては主様のおかげ。主様にお仕えしているからこそ、私はこの光景を見ることが叶いました。主様の存在が力をくださり、里で暮らしていた頃には想像もできなかった場所にこのガイド役を連れて行ってくれました。この世界にはここだけではなく、他にもたくさんの素晴らしい場所があるでしょう。そんな数々の場所を踏破し、共に成長し続けていきたいです。そしていつか天空のさらに向こうに広がる空間、湯ではない本当の星々の海も訪れてみたいです。はい、それが叶うよう、ガイド役として微力ながらサポートをさせていただきますね。さあ主様、未知なる冒険へと胸を馳せつつ、今はこの目の前に広がる素晴らしい光景を堪能いたしましょう。これが私たちがこの夏に勝ち得た成長の証でございます。どうぞお手を握ってくださいまし。星々の光に照らされながらこの海をお散歩いたしましょう。